横田基地はどなたが管理してるんでしょう。日本にこれだけ多くのアメリカの基地があります。沖縄はもちろんのこと、本土においてもこの東京の上空でさえも、上空を管理するのはアメリカ軍なんです。日本の国家が、日本の国家が責任を持ってやってるんじゃない。全国の空はアメリカ軍が管理監督してる。それに従って我が国が動いてる。すなわちこれが植民地でなくて何と言えるんでしょうか。これはまさに私たちが、多くの皆さんから、多くの皆さんから植民地じゃない、日本は植民地なんかじゃない、多く反論きます。これこそがまさしく私たち日本国民が奴隷になり下がって、そして植民地であり奴隷であることに慣れきってしまったんです。ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧の皆さん、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2678年平成30年5月12日土曜日です。ここは東京新宿駅南口です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後6時です。気温は23度です。言論の自由をここ東京新宿駅南口で連日訴え続けております、長谷川隆です。言論の自由、報道の公正、公正なる報道を訴え続けております。政治団体君の会、長谷川隆です。今日言論の自由、報道の公正が我が日本国には十分と言えるでしょうか。もちろん法的にはね、言論の自由、報道の公正、公正なる報道がありますが、しかし今日報道においては公正なる報道か、報道の公正か、極めてこの公正なる報道が危険な状態です。公共放送 NHK までもが偏向報道、印象操作、時には嘘の報道までするありさまです。公共放送である NHK が私たち日本国民に正しく事実を放送しなければならないにもかかわらず、またその事実を放送することが使命であるはずの公共放送 NHK が重大な事件を報道しない、このようなことが多々多くあります。皆さん、言論の自由、報道の公正によって私たち日本の国は国会を開いて、皆さんの選挙によって国会議員を選んで、そして地方議会においても国会議員、地方自治体議員、それぞれの議員を選んで私たちの国家が成り立っています。どこかお隣の国のようにね、大陸のように独裁者一人が物事を決めて国民がそれに従うという、そういう国家ではありません。私たちは選挙によって代表を選び、そして国会を開いて、そして地方議会を開いて物事を決めてきました。しかるに報道機関、テレビや新聞等でその事実を報道しない、
あるいは嘘を報道する、これでは私たち日本国民がせっかく手に入れた選挙を、選挙の際に正しい意思決定ができないというのが現状です。さて皆さん、私たち日本の国には、さっきの大戦で敗れた際に占領軍 GHQ が制定した日本国憲法法典なるものがあります。これは日本国憲法法典、すなわち成文です。さて皆さん、ここで大事なんです。この憲法がどういう憲法であるかは、もうすでに皆さんもね、多くの皆さんがご存知かと思います。この占領憲法、すなわち GHQ が日本を占領し続けるために制定した日本国憲法、この憲法を一字一句変えずに守ろうという政党があります。さて皆さん、一字一句守るということはどういうことでしょう。すなわちアメリカの植民地を続けるということです。そしてアメリカの奴隷を私たち日本国民が、日本国家が続けるということなんです。よく私がね、ここで日本の国はアメリカの植民地であり奴隷なんだという言葉を使います。すると多くね、メールとツイッター等でそんなことはないよ、ガンガン来ます。それじゃあ皆さんね、横田基地はどなたが管理してるんでしょう。日本にこれだけ多くのアメリカの基地があります。沖縄はもちろんのこと、本土においてもこの東京の上空でさえも、上空を管理するのはアメリカ軍なんです。日本の国家が、日本の国家が責任を持ってやってるんじゃない。全国の空はアメリカ軍が管理監督してる。それに従って我が国が動いてる。もちろん領海においてもそうです。すなわちこれが植民地でなくて、何と言えるんでしょうか。これはまさに私たちが、多くの皆さんから植民地じゃない、日本は植民地なんかじゃない、多く反論きます。これこそがまさしく私たち日本国民が奴隷になり下がって、そして植民地であり奴隷であることに慣れきってしまったんです。今日においては立憲民主党なるもの、それと何でしたっけ、民進党とか民主党とかごちゃになった、勝手に国民党などと名乗っている左翼のアホどもみたいに、憲法を守らなくちゃいけない、奴隷になり下がっていなくちゃダメなんだ、独立なんかとんでもない、こう言っている愚かな日本人も若干おります。これもまたね、私たち日本の国は民主国家だ、これもまた私はね、この事実については反論しますが、そういう方をね、過激にね処分しろとは言いません。また私たちの日本の国には、日本共産党なるね、破壊集団がおります。そして皆さんね、日本共産党が私ここで非難すると、いやそんなことないよ、国民のためだよ、日本共産党は、皆さんよく綱領を見てください。もっともね、最近新委員長でしたっけ、民主主義を守ろうと言ってる方、共産党はいますけどね、これ言っちゃうと、じゃあ共産党とは名前を変えなくちゃいけなくなっちゃいますからね。でもまあ日本の中では
歴史上最も長いね日本共産党ですから、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。皆さん、私たち日本の国はアメリカの植民地なんです。アメリカの奴隷なんです。これに気づいてください。思い起こしてください。そして何が何でもアメリカから独立して、日本の国は植民地を脱しようじゃありませんか。植民地を脱して自主独立、自主防衛をしようでありませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。